ジェームズ・ボーリン2世は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンの政治家であり、アメリカ独立戦争の時期における知的指導者だった。1750年代から1770年代に、マサチューセッツ議会両院の議員を務めた。当初は、イギリス総督を支持していたが、イギリスの植民地政策に反対するようになり、最後は合衆国の独立を提唱する影響力ある人物となった。 1770年に起きたボストン虐殺事件について高度に政治的な報告書を表しており、歴史家のフランシス・ウォレットは植民地の世論を形作った最上級に影響力を持った作品だと評価していた。1775年から1777年までマサチューセッツ植民地会議の実行委員会議長を務め、事実上マサチューセッツ政府の長となった。 1779年に州憲法を起草した憲法制定会議の議長に選ばれたが、1780年の知事選挙では、ジョン・ハンコックに敗れた。1785年、ハンコックの知事辞任を受けて、第二代州知事に選ばれた。知事在任中の2年間は、経済状態が悪く、その政府が課した厳しい財政政策のために、 シェーズの反乱と呼ばれる暴動が起きた。ボーディンは自ら資金を出して民兵隊を立ち上げ、暴動鎮圧に貢献した。しかし、反逆者に対して、抗議者な態度で出たために1787年の知事選では落選することになり、大衆主義者のハンコックが知事に返り咲いた。ボーディンはその政治活動に加えて、科学の面でも探求に熱心であり、 ベンジャミン・フランクリンと協力して、電気の研究を進めた。ロンドンの王立協会のフェローに選ばれ、アメリカ芸術科学アカデミーの創設者かつ、初代会長になった。アカデミーにはその蔵唱を依存することになった。メイン州のボーリン大学は、ボーリンの息子である、ジェームズ三世の依存により、名付けられた。子供時代のボーリンの肖像が、 ジョン・スミバートが1726年8月7日、ボストンの裕福な商人だったジェームズ・ボーディンとその妻、ハンナ・ポーテージとの間に、ボストンで生まれた。祖父のピエールは、フランスのユグノーであり、祖国を脱出してきていた。ピエールは家族を連れてまず、アイルランドに渡り、その後に、マサチューセッツの東部に渡り、1690年に、ボストンを住みかとした。 父のジェームズはその両親からつましい財産を承継したが、ピエールの商売と所有する土地を大きく拡大し、植民地でも最大級に裕福なものとなった。ジェームズ・ボーディン2世はサウスグラマースクールで学び、1745年にはハーバード大学を卒業した。1747年に父が死ぬとかなりの財産を承継することになった。 1748年、ハーバードの学友の娘、エリザベス・アービングと結婚した。エリザベスとの間には二人の子供が生まれた。ボーディンは1743年にはすでに、ベンジャミン・フランクリンと出会っており、この二人は、科学的な課題について、たびたび協業し、また文通もしていた。ハーバード大学での学生時代にジョン・ウィンスロップから、科学の教えを受け、電気学や、 天文学への興味を抱いた。1750年、ボーディンはフィラデルフィアに旅してフランクリンと会った。ボーディンはフランクリンが行う電気の実験に興味を示し、フランクリンは王立協会に提出するために準備していた論文に、ボーディンの助言を求めた。フランクリンの事務所を通じて、ボーディンのいくらかの文書が王立協会に提出された。 ボーディンは1761年の金星による日表通貨をニューファンドランド島で観測するために遠征隊を派遣することについて植民地議会の支持を得るための推進者だった。同年には望遠鏡の改良を提案する論文を出版した。1785年、光は微粒子によって伝達されるというアイザック・ニュートンの学説に反論する一連の覚書を出版し、 自然の観察と聖書の双方を引用していた。ボーディンの科学に対する興味は終生続いた。1780年アメリカ芸術科学アカデミーの創設者の一人となった。その初代会長となって就寝務めアカデミーにその蔵書を残した。ボーディンは科学的論文だけでなく英語やラテン語で詩も出版した。エジンバラ大学から名誉博士号を送られ。 ハーバード大学のフェローとなった。1788年には、ロンドンの王立協会のフェローに選出されており、独立後のアメリカでは、最初のフェローとなった。ボーディーンは事業にも広範な興味を持っていた。商人として特徴付けられることが多いが、大西洋貿易に従事し、その主たる興味は土地にあった。その象形遺産には、大きな土地が含まれ、その大半は、 現在のメイン州とマサチューセッツ州の南岸沖にあるエリザベス島の肥沃な農業地を維持していた。ボーディンはその所有土地を拡大し、ロードアイランド州を除いてニューイングランドの各州に資産を持つことになった。メイン州を流れるケネベック川沿いの大きな領土では管理領主の一人であり、土地の不法占拠者や競合する土地の利権についてしばしば法定手続きに巻き込まれていた。 特に不法選挙者との交渉は、マサチューセッツ社会の低層階級に対する憲悪感を増させることとなり、その政治にもいくらか影響した。その承継遺産には、アトルボロにある鉄鋼書も入っていたが、これは管理に多大な時間を要したので、1770年に売却することになった。アメリカ独立戦争の混乱があったが、ボーディンは常に注意深くその財務的な身の回りを、 所していた。ボーディンは独立推進派を財政的に支持したが、自分の事業の利益を損なうことなくやり遂げた。独立推進者のジョン・ハンコックが事業を放り出して、いったのとは対照的だった。あとの1784年、ボーディンはマサチューセッツ銀行の初代頭取を務め、さらにマサチューセッツ人道協会の初代会長も務めた。 フランシス・バーナード総督・ボーディンは1753年に植民地議会議員に選出され、1756年には総督委員会委員に指名された。当初はイギリス本国から指名される総督を支持していたが、イギリスの植民地政策が次第に不人気になるにつれて、それはニューイングランドの経済に否定的な効果しか与えないと考え、その政治姿勢は急進的となった。 その見解の変化には、個人的な要素も大きく影響した。地元税関支配人であり、ボーディンの義理の息子であるジョン・テンプルが、1760年代に、総督フランシス・バーナードとの不快な論争に巻き込まれていた。1769年までに、総督委員会で総督に反対する主要な代弁者の一人になっていた。同年、バーナードは、ボーディンを、 再度委員に選出することを拒否した。しかし、ボーディーンはバーナードを総督から失脚させる推進者だった。バーナードが書いていた植民地政府を批判する指摘文書が1769年に出版されて大いに怒りを買った。ボーディーンはバーナードの文書に挙げられた告発や主張に反論し、バーナードの辞職を要求するコードに論争を呼ぶような小冊子を出版し、 それが、植民地担当大臣のヒルズボロ伯爵、ウィルズヒルに送られた。1770年、ボーディンは植民地議会議員に再選され、同年にバーナードが植民地を去ってから間もなく、総督委員会議員にも再選された。総督代行のトマス・ハッチンソンもボーディンの総督委員会復帰を黙認し、会員で批判をさせておくよりもそこにいた方が、 危険性が少ないと見ていた。しかし、ボーディンが開けた会員の議席は総督にとって、もう一人の指導的性的であるサミュエル・アダムズが奪い、ハッチンソンは両面で反対の戦方と対峙することになった。1770年3月5日に起きたボストン虐殺事件の後、ボーディンはボストンのタウンミーティングからこの事件を調査する委員会委員に選ばれた。 この委員会は先生教述をとって事件を衝述する報告書を作成し恐ろしい虐殺の要約した序述と題して出版した。この作品は総督ばかりでなくボストンに駐屯するイギリス軍の軍隊の挙動も大いに批判していた。歴史家のフランシス・ウォレットは植民地の世論に影響を与える大きな宣伝作品の一つと特徴づけた。 イギリスの政策に対する暴ンの反対は、ハッチンソンの政権でも継続し、ハッチンソンの手紙が公開された時は、バーナードの手紙事件と同様な激動会、ボーディンは再度総督を大いに批判する作品を書き、総督の辞任を要求した。ハッチンソンの後継者、トマス・ゲージ将軍は、1774年に、ボーディンが総督委員会委員に選ばれた時に、 これに拒否権を使い、陛下からの命令に従い彼を委員会から排除すると表明した。ジョン・ハンコック、ボーディンにとって政治でも個人的にも永遠の対抗者1774年、ボーディンは第一次大陸会議の大議員に指名されたが、妻、エリザベスの健康が優れないことを理由に出席しなかった。妻の病気はおそらく肺結核であり、暴ンにも影響していた。 ボーディンはアメリカ独立戦争が勃発した1775年にも病を患いイギリス軍が占領するボストンを家族ごとに離れまずローチェスターに最後はミドルボロに落ち着きそこに1778年まで住んだボーディンは病後の回復期にあったがボストンとその周辺で起きる出来事について知らされ続けておりマサチューセッツ植民地会議の執行委員会議長に 選出された。1777年まで務めた、この地位は、事実上マサチューセッツ国政府の長ということになった。ボーディンは健康状態が思わしくないことを挙げて、その職を辞し、講習の前から姿を隠した。ボーディンは、他の独立推進者との文通を継続しており、その信頼を得ていたが、戦争遂行の現場にいなかったことで、後に政治的に、 難しい立場になった。1778年には公的生活に戻り始め、1779年にマサチューセッツ国が独自の憲法を起草した時は、それを定めるために招集された会議の議長を務め、憲法案を起草した委員会の委員長を務めた。この委員会の委員だったジョン・アダムズがマサチューセッツ憲法を書いたものと一般に、 認められているが、ボーディンとサミュエル・アダムズもそこそこの貢献を果たした。1780年に開催された最初の州知事選挙では、ボーディンもジョン・ハンコックに対抗して出馬した。この時は正式な政党というものがなく、選挙は個性、人気、愛国心の比較だった。ハンコックは大きな人気があり、第二次大陸会議に個人的に献身し、 主導してきたという疑いもない愛国心があった。ボーディンはハンコックの支持者から第一次大陸会議に欠席したということを特に取り上げ愛国的ではないと批判された。ボーディンの支持者はマサチューセッツの海岸社会から商業的な利益を十分得ている者たちであり、ハンコックのことを人民に迎合する気取り屋の先導政治家と攻撃した。ハンコックが 投票総数の90%以上の支持を集め、対象した。マサチューセッツ州議会は、ボーディンに副知事あるいは上院議員のどちらかと提案したが、ボーディンは健康が優れないことを理由にどちらも辞退した。この選挙後、ハンコックは、ボーディンを州法を改定し統合する委員に指名した。その後の選挙でもボーディンは何度もハンコックに対抗して出馬したが、 ハンコックの巨大な人気には勝てなかった。この二人の争いは事業、政治、宗教にまで広がる長く続いた競争意識の一要素であり、個人的な敵対意識に深く根ざしていた。二人ともにハーバード大学の管理に関わり、その確実が時には醜いものになった。例えば1776年、ハンコックが大学の財務官と 第二次大陸会議の議長を同時に兼ねているとき、ボーディンが主催した委員会が、ハンコックが自ら保持している証券が、戦争ゆえに危険であると判断し、大議員をフィラデルフィアに派遣して、その計算書を受け取り、証券そのものを保護した。ハンコックの遅れがちな反応と、計算書を作成するのを拒んだことで、数年間も引きずることになり、その結果ボーディンは、 ハーバード大学監視委員会の問責決議を引き出すことになった。この件は1783年にハンコックが主催している公開集会で大学の問題が読み上げられ議論された時に最頂点に達した。ボーディンもハンコックもブラトル通り協会の礼拝に出席しており、そこでは彼らが金を出して教会の建物に加えた改善の大きさや質について競い合った。 同時代の政治家、ジェームズ・ウォーレンは二人の違いについて把握し、私は彼らのどちらの感情も羨んだりしない。カズとの空虚さは、それが失望させられるものであれば、読者のように騙すであろうし、他方による進歩が成功しないならば、その健常な誇りを傷つけるだろうと指摘していた。この二人の競争関係は激しいものだったので、ボーディンの名前を取った、ボーディン大学の設立も、 ハンコックの死後にまで伸びた。1785年、マサチューセッツ州西部で経済不況に関わり、不安定な要素があることを感じ取ったハンコックは、その職に泊まることを求められると予測しながら辞任を申し出た。しかし、議会は医流しようとはせず、ハンコックは健康悪化を理由に本当に辞任してしまった。その年の州知事選挙は、ボーディン。 ハンコックの政策を継ぐものと見られたが、カリスマ性はなかった、副知事のトマス・クッシング、独立戦争時の将軍ベンジャミン・リンカーンが競った。当時の選挙運動は扱いにくいものだった。ボーディンとサミュエル・アダムズは、そこではトランプ遊びやダンスが行われ、ハンコックの人気中には、道徳的大敗の印と見られた。クッシングの支持者は、 ボーディンを戦争中に臆病だったと非難し1780年に副知事就任を拒否することで民衆を侮辱したと言った。選挙人は誰にも過半数を与えられず、議会が厳しい分裂投票によって最終的にボーディンを知事に選ぶことで決着した。ハンコックは知事である間に税の滞納者から税金を集めるために活発に行動することを拒否した。ボーディンは 国が負っている外国に対する負債について、州が払う、分の支払いをするために、税率を上げ、過去の滞納分を集めようとした。これらの行動は、相対的な戦後の経済不況、及び、貨幣不足によって生じた、信用収縮と組み合わされ、州内田園部全体に大混乱を生じさせた。田園部で組織された会議では、州議会に抗議文書を提出した。議会は、 ボーディングをはじめ州の海岸部にいる保守的な商人が優勢な状態にあった。シェイズの反乱の指導者であるダニエル・シェイズとジョブ・シャタックを描いた規範が1786年8月に、これらの苦情に実質的な検討を行うことなく、州議会が休会となった後、田園部の抗議者が直接行動を組織し、抗議の更新をはじめ税の支払いを強制し、民事没収の判断をして、 不満の対象になっていた州の裁判所体系を遮断した。ボーディンは9月初旬にこれらの行動を非難する宣言を発したが、直接民兵の対応に訴えるような明らさまな処置は取らなかった。ウースターの裁判所が9月5日の同様な行動で遮断された時、主に抗議者に同情的なもので構成されていた軍の民兵が出動を拒否し、ボーディンを大いに悔しがらせた。 抗議行動と裁判所の遮断が続き、10月に書かれた通信では、我々は現在無政府状態にあり、混乱は内乱と紙一重であると書かれていた。議会は、ボーディンとサミュエル・アダムズの指導下に、暴動法を成立させ、人身保護令状を発行を中断し、抗議の理由となる財政問題に対処させる法を成立させたが、その試みは失敗した。 1787年1月までに改革を要求して始まった抗議はマサチューセッツ州の先制的政府への直接攻撃となるほど成長した。特にハンプシャー軍は反乱の温床となりダニエル・シェーズやルークデイのような指導者が政府の機関に対する攻撃を組織するようになっていた。連邦政府は然るべき勢力の軍隊を組織できなかったため、 ボーディンは西部軍の民兵に頼ることができず、1787年1月初旬には東部商人が資金を出して民兵を創設することを提案した。独立戦争の将軍ベンジャミン・リンカーンがそのために資金を集めて部隊を立ち上げ、1月19日までにウースターに3000名を集結させた。2月25日にはスプリングフィールド武器コで膠着状態となり、 反乱者数人が死亡し、リンカーンは2月4日にピーターズハムで反乱軍を倒し、大規模犯行を終わらせた。リンカーンがピーターズハムに到着したのと同じ日、州議会は州に戒厳令を発行することを認める法を成立させ、州知事に反乱に対して行動する幅広い権限を与えた。民兵を組織したリンカーンと商人に資金を返還することも承認し、 さらなる民兵徴兵も認めた。2月1日、議会は資格停止法を成立させ、反乱同調者による合法的反応を妨げることとした。この法は、反乱者と認められた者が様々な選出あるいは、指名の役職を持つことを禁じるものだった。反乱軍の鎮圧と資格停止法で課された和解の厳しい条件は、暴ン知事に対して、 政治的に負に作用するものとなった。1787年4月に開催された選挙では、州内の伝園部から、ボーディンはほとんど票を得られず、ジョン・ハンコックに完敗した。1788年、ボーディンはアメリカ合衆国憲法を批准するためのマサチューセッツ州会議の委員を務めた。連邦党の強い支持者であるボーディンは、その批准のために懸命に務め、 会議的なサミュエル・アダムズやその支持者を非惨賛成派の大議員と共にディナーに招待することで仲間に引き入れた。また今後の選挙でジョン・ハン・コックに対する連邦党の支持を約束した。1789年の選挙ではボーディンも出馬していたものの、ボーディンの連邦党支持者がハン・コックを支えた。ボーディンの後年は事前と科学的探求で活動を続け、 アメリカ芸術科学アカデミーとマサチューセッツ人道協会の指導も続けた。新しい事業への投資も続け、1789年にはアメリカから初めて清志に公開する商船のうちの一席について株式を購入した。グラナリー埋葬所にあるボーディンの墓ボーディンは1790年11月6日にボストンで腐敗性熱と赤痢のために死んだ。その葬儀は 当時のボストンで最大級のものとなり、通りを埋め尽くした人々が葬儀の信仰を見つめた。意外は、ボストンのグラナリー埋葬所に埋葬された。その遺産の中には、ハーバード大学にあてて、現在ボーディン賞と呼ばれる賞の基金を贈るものがあった。ボーディンの息子、ジェームズ・ボーディン3世は、メイン州、ブランズウィック・ブランズウィックにあった家族の資産から土地を、 さらに資金と書籍を寄付して、ボーリン大学を設立し、父の坂栄予のためにその名を付けた。現在、ハーバード大学科学部にある、時計製作者、ジョセフ・ポップが製作した、太陽景技には、ボーリンとベンジャミン・フランクリンの制度制人物像が入っており、ポール・リビアが鋳造したものとされている。ボストン市でボーリンの名を冠するランドマークとして、ボーリン通り、ボーリン広場、ボーリン駅がある。 1788年に法人化された名州、ボーディン町は、ボーディンの名前を取られた。その隣のボーディナムは、祖父のピエールあるいはその兄のウィリアムにちなむ、命名である。ありがとうございます。